DS7 クロスバックは DS オートモバイルズが生産、販売するクロスオーバー SUV 型の乗用車である。シトロエンから独立した高級ブランド DS オートモバイルズが独立後、企画、開発、発売とすべてを独自開発、販売した最初の車種である。2017年2月、 第87回ジュネーブモーターショーにて初公開され、日本では2018年7月17日に発売を開始した。この DS7 クロスバックより、日本での DS ブランド車とシトロエン車の販売が分離され、以降の DS ブランド車は、専売店舗、DS ストア及び DS サロンでのみ発売されることになった。フロントは DS ウィンググリルが、 立体的にデザインされ LED ヘッドライトユニットが左右に伸び大胆かつ繊細さを表現している。インテリアでは細部にわたるパリらしさと最新テクノロジーを融合したデザインであり、業者掘り模様をヒントとしたスイッチ枠などが特徴的である。基本設計はシトル NC4 ピカソやプジョー308などと同じく PSA グループの新世代モジュラープラットフォーム。 EMP2 を採用している。パワートレインは2種類あり、2.0L4、気筒クリーンディーゼルブルーディー180とガソリンの 1.6L、4気筒ターボ、ピュアテック225であり、ユーロ6.2規制をいずれもクリアしている。トランスミッションは、愛心製紀と共同開発した8速オートマチック E と8を PSA グループにおいて初採用した。 その後、順次他車種へも採用されている。安全装備では、DS アクティブスキャンサスペンションを採用し、フロントカメラを用いて通過する路面の凹凸を認識した上でダンパーを電子制御している。また、DS コネクテッドパイロットを採用し、マルチファイクションカメラとミリ波レーダーを用いて、全車との車間距離を保った上で、車線内のドライバーの希望する位置をキープできる。 全車の停止3秒以内であれば、アクセル操作をせずに追従できる。さらに、オプションでは、夜間走行時には、前方の赤外線カメラによって前方に人や動物を認識した場合には、フルデジタルの液晶メーターで金色で警告し、さらに車両側で工作すると判断した場合には、赤色で警告し、ドライバーに注意喚起を行う機能もある。グレードは2種類あり、 ソシックは2.0リッターディーゼルターボエンジンで469万円。装備が充実したグランドシックは、ガソリンの1.6リッターターボが542万円、2.0リッターディーゼルターボが562万円で、ある。DS7 クロスバックに、現地ロング市場。四輪付きリュックスアイテムを目指す DS ブランドの、現在位置とは ?GQ ジャパン、2019年8月25日閲覧。 フランス発、DS ブランドのラグジュアリー SUVDS7、クロスバック発売。モタ、2019年8月26日閲覧。ABC、DS ブランド新時代を切り開く、DS7 クロスバック発売高らかに、フレンチラグジュアリーカーの復活を歌う、フラッグシップ SUV。プジョーシトロエンジャポン。2019年8月26日閲覧。 DS7 クロスバック発売。独創的な内外装と先進テクノロジー469万から562万円。レスポンス。2019年8月26日閲覧。ありがとうございます。